またここに住むのも良さそう。やっぱりランチさんがいると華やぐの。ごはんちゃん、もう帰ってきただか？あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか？そうか。そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかしその代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし、あ、ブルマさん、こんにちは。あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ。あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど。相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて
僕に手伝えることなんかあるのかな。じゃあな。
さんの家はどこかな。わかった。すまないな。なんとか終わった。あ、来たわね。ん？どうしたんです、ブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。
はあ、孫くんも入院してて動けないし、だから部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください。 OK。 じゃあ頼みたいのは、それじゃ、僕でもなんとか勝てそう。
と。これで合ってるよね。これで大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。あら、これでよかったですか？うん、問題なし。ありがとね。宇宙船ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしくお願いします。ドラゴン、まだ諦めてなかったの？さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから、準備はしっかりしておくのよ。